ビュージェ原子力発電所は、フランス共和国アンケンサンブルバの南に所在する原子力発電所。施設は、ロール川の西岸にあり、リヨンから東北東へ 35km、ブールガンブレスから南へ 40km、スイスのジュネーブから西に 110km に位置している。1965年に最初の原子炉で、 天然ウラン国園原則がスレイ客路式であるバギー一の建設が始まり、九百六十八年にはフランス電力公社にバギー一の建設を許可する方が成立する。九百七十二年四月十五日に試運転を開始し、七月には営業運転に移行する。九百六十九年、軽飛行機であるヨーデルディ百四十が発電所の右側を飛行し、 ローヌ川を横断する送電河川を切断した。この機体は増水していたローヌ川に墜落し、乗員4人が死亡している。1972年には2号機の建設が始まり、1979年から営業運転を開始し、以後は残り3機の営業運転が1980年まで立て続いている。このうち2号機と3号機は冷却水をローヌ川から直接取水し、 4号機と5号機は冷却灯を使用している。1984年4月14日、5号機はアクチュエータ制御システムのうち2つの上長系統のいずれかで停電。この障害で原子炉停止を伴う外部電源の一時的消失が発生した。一部の機器制御のため冷温停止状態に持ち込まれる。1994年、国煙原則ガス冷却炉の1号機が廃止される。 2003年にヨーロッパ各地を襲った熱波は排水の温度上昇をもたらした。2011年には5号機の原子炉10年検査に当たっていた下請け業者を含む従業員7人について放射線検出機が明動死刑度の汚染にさらされた。各原子炉の特性は以下の通り、ありがとうございます。